ブラッド・ファル・チャックは、アメリカ合衆国のテレビプロデューサー、監督、脚本家である。テレビシリーズ、ニップ、タック・マイアミ整形外科医、グリー、グリー、アメリカンホラーストーリーで知られる。マサチューセッツ州ニュートンで育ち、ビーバーカントリーでスクールに通う。高校時代は毎日ネクタイを着用し、共和党員を自称することで、クラスで目立とうとした。ディスレクシアに悩んでいた。 高校では、バスケットボール、野球、ダクロスをプレーした。その後、アメリカンフィルムインスティチュートに通った。1993年に、ホバートウィリアム・スミス・カレッジを卒業した。ミュータント X、アース、フィナール・コンフリクト、ベリタス、ザ・クエストの脚本家として、テレビのキャリアが始まる。2003年に、ニップ、タック・マイアミ整形外科医の第一シーズンに参加し、 同番組の企画者のライアン・マーフィーと親密になる。ファルチャックとマーフィーはテレビパイロット、プリティハンサムを執筆し、2008年に FX が購入したが、シリーズ化には至らなかった。ニップ、タックが最終シーズンに近づくと、ファルチャックとマーフィーは次のプロジェクトを模索し始めた。二人はイアン・ブレナンと組んで高校のフリークラブを題材とした一時間コメディの 脚本を執筆し、フォックス放送へと売り込んだ。売り込みが成功し、2009年にテレビシリーズ、グリー、グリーが始まった。ファルチャック、マーフィー、ブレナンは、同年の全米脚本家組合賞で2部門にノミネートされた。番組が、コースタートを切るとファルチャックは20世紀、フォックステレビジョンと2年契約を結んだ。2011年、ファルチャックは、 マーフィーと共同でホラードラマアメリカンホラーストーリーを企画し10月5日に初回が放送された。ありがとうございます。